2015年10月17日、AP 通信は、インド洋で、米国とインドの海軍と海上自衛隊による共同訓練、マラバールが行われていると報じた。共同訓練は、6日間の予定で行われており、インド洋などで中国が台頭してきていることを受け、3カ国が、海上における安全保障の協力を強めることを示し、中国を牽制することを狙いとしている。米空母セオドア・ルーズベルトの艦長は、記者団に対して、インドと日本は、米国にとって素晴らしいパートナーだと述べ、様々な共通点を持っており、経済的、軍事的、政治的に強い結びつきを持っていると語った。この報道に、米国のネットユーザーがコメントを寄せている。インドは、どちら側につくのかはっきりさせなければいけない。いいニュースだ。米国は、インドとの結びつきを強固にすべきだ。私たちの国の移民政策がようやく分かってきたよ。インドが賢い戦略だと思うよ。日本の艦船がまた再び稼働するのを見たいよ。どうやら中国の台頭に米国が意識しているようだ。これで中国がおじけづいているとは思えない。